おはようございます。おはようございます。今日はこちらちょっと朝市で東寺園で購入しました五葉松。五葉松、2本をですね。破傷がいいですね。そうですね、もうそれだけでちょっと今日選んでみました、うん、せっかくなんで川崎先生と、2つありますから、お互いに作ってみて。そうなんだ。そうですね、まあ、その差を見ていただいたりとか、またはこう川崎先生からフィードバックしてもらって、うん、まあ、こうした方がいいよとか教えてもらったり、そして、まあ、皆さんにこう見ていただいてもいいんじゃないかなと思いまして、はい、今日やりたいと思います。はい、はいはい、まあでも、ね、どっちの木をやるか。あ、そうですよね、2つ並んでるんだけどね。石村さんどっちをやってますかね。まあ、個人的にこう面白い幹だなと思うのはまあこっちです ね、 ね、こっちはまあオーソドックスな半圏外に持っていく形になってるので、うんうんうん、こちらの方がなんか面白みがあるかなって思っちゃうんですけど、今ねやれるできることはもう目が固まってるんで、うん、針金かけもそろそろいいと思うんですよ。なるほど。であとこれフルッパがあるんでね、うん、これ取らないと針金かけるのうまくいかないんで、うん、まずフルッパ取りやる、うん、でその一番最初にやることは正面、正面構想、構想、うん、だから三島さんこれがやるとしたらね、はい、正面決めてください。正面ですか。あ、構想、構想ね、構想、三島さんの構想、私の構想ですね、うん、まあ、ちょっとまず、こう木をぐるっと見て、こちらを正面にしたいなってちょっと思いました。ほうほう。で幹があの右側に流れてますけど、こちら返してこういう風に、うん、もう Z 型みたいな、 Z 型、まあ、なんとなくなんですけど大宮盆栽美術館にある青龍、うん、青龍はい、っていう五葉松ありますけど、はい、あんな形にできたらちょっと嬉しいなって思いました。なのでどうでしょう先生、そんな、これ木見るとね、はい、この部分値上がりになったんですよね、うんうんうん、値上がりで、それから西尾さんのコースだとこれをチェックを返してくる。そうです、これいいんじゃないですか。これ、あ、ここまでコースができたら、はい、正面決めないと、あと針金かけられませんのでね、うんうんうん、正面どこにするか。僕逆だな、こっちの方がいい、うん、僕だったらこっち正面して、あ、そしてこう返す、わかんない、畳んじゃうかもしれない、畳んじゃう、ここ、ここ、あ、なるほど、ここ縮めたい、ね、ここは間延びしてるからね、うん、まあでもそれはありますね、まあ、私としては構想がなかなか立てられないので、うん、サンプリングしたいなと思っちゃうんですよ。そうすると明樹とか、うんうん、いわゆるよくある木に近づけたいっていう、ね、サンプリングの精神があるので、はい、なんかそういう構想になってしまいます。ああ、まあ、ただやっぱり Q さんが言うようにここの間延びっていうのは、うん、指摘されてやっぱり分かることがあるので、確かに潰せば、あとこちらはへこんでますよね。ああ、そうですね、正面の決め方っていうのはね、うん、これ横から見たら、うん、へこんでる方、うんうんうん、こっちはお腹ですから、はい、背中、はい、人と話するときにね、うん、背中向けて話しないでしょ、うんうん、お腹の方を見る人の方へ持ってこなくちゃいけない。なるほど、へこんでる方でしょ、この、うん、こっちそうすると、お腹、背中だから、お腹を見せる。まさしく、じゃあこちらがお腹側ですね。これは、こっち正面にしたらね、木は後ろっぽに逃げてるのと、うんうんうん、背中向けて反省してるんですよ、うんうんうん。頭こっち向けてくればいいって、そういう考えもあるかもわかんないですけど、うんうん、まずこの立ち上がり見た場合は、うん、へこんでる方が正面になります。基本的な形ですけど、ね、勉強になりました、これ。うん、なるほど、そうするとこちらが正面にいいだろうっていう。じゃあ正面、じゃあ私のちょっと選んでみた木はこちら側を正面っていう形、うん、それであの構想としてはこれをこっちへ、うん、はい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 、これいいでしょ、これで、はい、これでいいですか。でここがここ見るとね、一直線って指摘ありましたね。はい、ありました。これ上下も模様がないんですよ、まっすぐ水平ですよね。この足元にこれだけ強い模様がついてて、だらーって伸びちゃった。あ、ここもうちょっと強い模様入れなくちゃいけないかなって、そういう感じがします。なるほど。だから入るかどうかわかんないですよ、うん。今ちょっとまだ早いかなっていう感じなのでね、一応こうラファイアで巻いて、ちょっとこう上下の模様をつけたいかなっていう感じ。うん、もう構想決まりました。はい、そしたら今度、去年の葉っぱ、古い葉っぱ、はいはい、それを抜いていきましょう、第一次、あの、はい、最初の仕事として。うん、ここに今年の葉、それから去年の葉っぱ、はい、ここ境目あります。これがもう去年の葉っぱですから、うん、これ抜いていきましょう。手でハサミで切るのが一番いいんですけどね、
欲張りはこうまとめて抜かないで一本ずつをこう入れていく。皮が剥がれちゃうから。そうそうそう、うん、皮が剥げたらもう次のも出てきませんからね。あ、そうなんですか。袴、うん、ってありますけど、このジボッと黒いところ、これ残すような気持ちで抜いていく。あ、逆に抜いちゃダメですよ。もう掃除の段階ですから、掃除っていうのはゴンサルが上から掃除してきます。上から葉っぱを減らしていくとかなんかする場合は上から仕事してきます、はい、針金は下からかけますけど、こう掃除する場合は上からやっていってください、はい、フルハトル下からやるとね、綺麗になったところまた古っぽがこう詰まってきますから、そのために上からやってきます。ん、もう一個の木は先生がやるみたい。もう一つの木は先生が作ってるみたいですよ。かけるのそうなのみたいな。まあ、いいでしょ。もう一個どこ行きます。よし、始まった。前の木と同じですよね。ちょっと値上がりになって。いや、で、ここ第一の立ち上がりの部分、ここがてらってまっすぐ伸びてる。これどうするか。私の構想としては、もう圏外にしちゃってもいいんじゃないかなっていうの。なるほど。このまま落としてくる。うん、ガーッて落としちゃって。このままじゃね、こう当たっちゃって、針が落ちないんですよ。で、一回抜いて、五葉松玉を作んなきゃ。五葉松玉にここは当たっちゃって、これ以降は模様つかないですからね。近くで曲げて、クッと落としたら、したね。圏外っていうのは、どういうところに生えてるかっていうとね、はい、結構厳しい場所に生えてるんですよ、うん、山の崖っぷちとかそういうところにある、そういう構想ですから、うん、カクッてこう落とすような感じ、はい、あの心拍なんかよくありますけどね、五葉松でそういう圏外っていうのはあんまりないかな、うん、そういう厳しいな。五葉松だと心拍の下の方に生えてる木ですから、はい、それでもこの木の特徴を生かすんだったらこう消す、そういう直線の下げる、こっちはこっちは返してくるのもありますけどね、うん、この辺からここにね、そうですね。じゃあそれよりこう長さがあるんで、うん、下へこうずつその長さを生かしたのが一歩ですか。じゃあこちら圏外に、はい、圏外にしました。いや楽しみです。では、はい、それぞれ、はい、作業を開始。そうですね。じゃあこれ気をつくの今やりたくなるんです先生の秒殺でしょで、あの大きい木みたいなのをまとめてぴゃっぴゃぴゃっぴゃっぴゃって向いちゃったんです。必ず皮剥げてるよ。剥げてるのありました、ありましたで、盆栽世界見たら、うん、やっぱりそれは良くないよって石井さんって方がやっぱり載せてて、うん、あ、大きいだったらハサミで切れてやる。そうですね。いやこれハサミで切りたい。僕ハサミで切ったら慣れてないからいいですか先生。ハサミで切ったらハサミの方がいいですよ。ですよね、うん、ちょっと渡らない。ハサミで切る場合は袴も残して袴残していいんですね、うん、ちょっと残して切るんですね、はい、お掃除上からですね。掃除上、もう古葉は川崎先生全部取っちゃっていいんですか。じゃあ古葉取って、はい、あの枝の分かれ目、分かります。またですね、うん、こう綺麗になるようにしてる。ああ、じゃあまたしっかりそこを掃除して、例えばあの下枝がこう弱いなとかっていうところのこういう古葉も取っちゃっていいんですか。取っちゃっていいです。あ、分かりました。じゃあ綺麗に取って、ちょっと綺麗にします。はい、あとなんかこう川崎先生こういう目、目が用意されてるのは分かれ目をはっきりさせればいいです。分かれ目をね。分かれ目、うん、川崎先生は盆栽フェスティバルで何か商品出しますか。分かんないです分かんない。西山さんは。私もできるだけ出したいなと思ってるんですけど、うんうん、やっぱりこう愛着が湧いちゃってお値段高めに設定したことあるんで盆栽祭りの時も結構出したんですけど、うん、ちょっと高めにしちゃった。そうなんですよ。まあ売れてないかなっていうところで、売れなくてもいいかなみたいな、まあ、っていうふうになっちゃってるんで正直、うん、そんなに出せないかもしれません。なるほど、はい、ただまあできる限り放出したいなって気持ちです。ありましょうよ。川崎先生の欲しい人いっぱいいますよ。結構じゃ、小さいのあんまりないんだよ、うん、ああそれなんか心拍たくさん作ってほしいですよね先生の。あ、そうですね。あと細いやつは、ね、うん、あるんだけどね、ちょっとみんな良くなっちゃって良くなっちゃう良くなっちゃうんですよ良くなっちゃうんですよ ね、 やっぱね、手を入れるとより可愛くなっちゃうんですよね。なんか自分のものになっちゃうんですよどんどん、ね、そうするとね、もうちょっとこの先見たいっていう風に、ね、やっぱ盆栽ってそうですよね。もうちょっとやりたいなっていうか、ね、そう、なんか気持ちが湧き起こっちゃうから手放せなくなっちゃう。一曲もあるけどね、うん、最初からなかったと思えばいいんだよね。そうですよ。確かに枝がね、枯れて、あ、よく言いますよね。
最初からなかったその枝はなかったと思えと、それでどう作るかって考えればいいんだ、うん、枝分かれがみんなこう出てる、あと3本出てるとこあるから、そういうところもあの後で綺麗になったんで枝がどうなってるかって見えるから、うん、3本のところを減らしていきましょう。これ、はい、これいい発祥だね。発祥、そう、それで今日買いました、すぐ、うん、でもいつも買ってる小山さんと同じ、そう、そう、同じだって言ってる。そう、だから水とか、うん、これ植え替えおそらくしてるから、そういう葉が短いんじゃないかっていう、そういう話でしたね。僕いくつも持ってるんですね、だから、ね、うん、同じの短いから、ね、結局同じのになっちゃうのか、また伸びちゃうのかなっていう可能性ありますよね。すよ、次は剪定じゃ、ちょっとまだこの辺がまだ終わってないって、あ、さすが厳しい。じゃちょっと多いところをね、少し抜いていきましょう。はい、3本になってる、ここは、ここが、これ、缶抜き、そうすると中目切りみたいな、うん、中抜きで真ん中切ってきました、ここですね、うん、はい、そうすると2本です、2本になりました。これ3本あると針金かけられないからね、うん、この辺はいいでしょ、はい、2本、ここも1本だから、はい、ここだ、はい、そこがちょっと多いですよね、うん、これ立ってんのいらないな、ああ、これいらない、うん、これ小さいの、うん、はい、で横のは生かす、うん、こんなもんだな。あとね、この枝の缶抜きになってるとこあるんだよね。ここも完全に上から見ると缶抜きでしょ、ね、はい、これをどれを切るかが難しいですね。これどっちに使うか、幹に針金かけてからそれから抜いた方がいいと思う。じゃあとりあえず残して針金かけてみると、上に出るか下に出るかみたいな、うん、あとはここですね、うん、立ってるのはいらないでしょこれ、これ、うん、これですね、これ行き場所なんだ、うん、これがこう返ってくるわけですよ、うん、ほら、そうすると邪魔、邪魔になっちゃった内側の枝の、うん、はい、これもこっから根元からで、 そ、うん、それとあとここはいいでしょ、うん、枝が出て2本に分かれて、はい、枝が出て2本に分かれてる、ここだね、ここも後でちょっと向きに針金かけてからこう、ね、決めていきましょう、うん、一応こちらは、あとこっちね、これも同じです、これは2本だ、うん、2つ、ここも2つ、これ3つあるわ、これ、うん、真ん中の、真ん中、これこっちでいいかな、これやってみましょう、あ、大きい方、2本だった、大きさ揃えたって感じですかね。缶抜きじゃなくて何て言うんだこれ、車ですか、車になって、そう、多いですよね、っていうかね、これ圏外になってくるから、あ、そうか、そう、圏外になったときに、ここ2つあるからこれ1個です。うん、これはちょっと長くてもいいかなって言うんで、これ立ってる枝抜きます、立ってる枝、うん、もう弱い枝の抜いちゃいます、弱いの、弱いのを取っちゃう、これ、うん、これ弱いですよね、弱いのを取る、こんなもんですね、おい、これだとなんか細かくかけられないですよね、うん、最初のここに当てたい気もしますけど、ね、ですよね、うん、こうだね、どうでしょう、完璧です、はい、でここ一回ちょっと細かいピッチでここに当てればいいですよね、多分ね、曲げる角に、角に針金が当たるようにします、こんな感じで、はい、これもちょっと細かいピッチにして、アルミ線、いや、かけやすいですよね、もう銅線って太いから見た目が見た目がやっぱね、最近銅線でかけろって言われなくなりましたね昔はね、不思議とね、まあコスト的にも SDGs ですよね出ないでしょう、川崎先生先生ね、ここ並んだ2本の枝、はい、じゃあ切ります、目がないっていうことで、はい、じゃあ落として、とりあえずこれでかけて、かけてで形作って削ろうっていうことですね、はい、引き算引き算引き算、細かい針金をはいかけてもらいます、じゃあこれ 1.5、早い早い、心拍玉を早い早い、いや早い、作り始めました、これ布、布なんですかこれ、一応ね、クッキー持ってきてなかった、朝朝みたいな、一応これでね、紙で、紙、これ紙です、これ油とか拭くウエスの代わりにするやつ、先生これ分かります、何のマークか、お、これ何、何のマークか分かります、次のやつ、次の T シャツ、T シャツなんですけど、うん、何のパロディか分かります？何の？パロディ、何かの真似してるんですよ。わかんない。わかんない。真似してんの？ビートルズ。え？ビートルズ。ああ。
取るんですか。川崎先生は世代じゃないですか。世代でしょ。部族に来てた。あ、そうですよね。あの頃はうるせえ音楽だなと思ってたでしょ。うるせえ音楽あの今はあの小中学生の音楽の教科書載ったりとか ね、 そうですね。イエスタデーとかの名曲いっぱいあるんですよ。私のビートルズが来た頃は、ね、歌謡曲とかさ。そうですね、フォークとか、あのベンチャーズとかね。ベンチャーズあのテケ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 、あのうるせえ音楽だなと思ってたんですよやっぱりエレキは不良の楽器ですかね。不良の楽器だけどね、今聞くといいよ。あ、いい店長さん、あのアコースティックのギターやってるんだよ。あの電気ギターじゃなくて、はい、あれのね、うん、マリア・エレーナっていうのはね、マリア・エレーナあの曲すごいよ、店長さん。あのテクニックがすごいですよ、やっぱり。先生の見解ですね、これは。あ、ね、いつも心拍で、あの作る見解。五葉松、確かに見解ってあんまり半券を見ます。半券ですよね。まあ、価値がそうだね、半券外だ。一気によく見えちゃう。価値がね、ちょうど。やっぱりすごいですね。当時差し入れてたんで、うん、あの、いい笑顔。これか。あー、来た。うわ、来た。ウイハチだな、これ。うん、合ってる。ハチいくらか知らないけど。やめてくださいよ、あんまり。ちょっと裏にいい楽観とかないよ、ないのにしてくださいよ。なんだこれ、見たことないと思う。どうだろう。わかんない。これはいい鉢だって、これはいい鉢ですか。この鉢いくら1000円。1000円買います。じゃあ僕が出さなきゃダメでしょ。1000円でいって僕が買い、ね、安い安い。お鉢を巻くと、一応ね、こうラファイア巻きますけど、うん、巻き方とただぐるぐる巻くだけじゃなくて、こうそれを入れます、ここ、うんうんうん、これあとはモップ入れてもいいし、それあんまやんないやり方ですよ。前はね、あのアルミ製入れてたんですよ、これとか。ああ、それの代わりみたいな、うん、あのギブスの代わりって言ってね、うん、アルミ製入れてたんだけど、これできつく巻いちゃうとね、アルミ製 の、 あの跡がついちゃうんだよ。こういう巻き方の方がいいかなと。これなぜこう巻いてるかって、ここへ模様作るために巻いてるんですよ、うん、この間ね、はい。さあ、三島さんは針金書き終えたということ、最初の構想通りに。そうですね、構想通りに。こっちじゃなくてこっちだもんね。あ、ちょっ とりあえず折っちゃおうか、うん、ね、こう既にある曲をそうちょっともうちょっとつけるっていう、まあ、強くこう曲げてみて、上下の模様もつけろっておっしゃってたんで、うん、どうしようかな。こう起こしてこう、うん、でこうなったかなっていう、うん、右に返してこっちですね、もう完全に。流れは流れ右で行ってみますか。右こっち返した方がいいのかな。これ返した方が良さそうだね、うん、長さ的に。ここかなですね。ですよね。なんかこう、こう、なんか単調なこれになりそうじゃないですか、うんうんうん、こう返すと、うん、そうですね。だから難しいなって、個人的にはここに、ここに、うんうん、頭を、うんうん、苦戦しております。俺は今日買ったばっかりだけど持たないかもしれない。頭の位置がね、頭の位置がね、ちょっと後ろに向いちゃってるっぽい。難しい。やっぱりあの心拍のあれでやっちゃってるから全然違うんだよ、心拍の感覚で。でもやっぱ五葉松は違う。五葉松は違いますね、うん、いやダメかもしれない、これこの頭持ってけないよ俺。これが限界かもしれない自分のまあもうやめときます、はい、初等科はここまでなんじゃないかなって。とりあえず完成という、うん、いうこと。こっからは骨格ですもんね。そうですね、まあ、そう思って見ていただければ、あの視聴者さんに見ていただければ助かります、うん、これでだって枝棚作るって結構難しいですもんね、うん、ちょっとね。でね、結構ね、やっぱりラファイア巻いてないから、うん、ここはやばいです。やっぱり先生が言うようにラファイア巻くべきでしたね。ちょっとまあでもせっかくなんで皆さんには、あとここもやりすぎちゃって、うん、っていうところで、まあここで止めときます。でちょっとあと先生見てもらって。はい、そうですね、はい、いいですね。
ここすごい。こういうことだったんだ。見つけましたね。さすがっすね。かっこいいですね、落ち方は。なるほど。それ裏かな。これ抜きます。はい。こういう目があるから、この目がぐちょこっと出てくるよね、うん、こっちがもともと正面で、そうですね、作ってたんだけど、うん、逆の方が見えるねっていう、うん、っていう話を今 Q さんとして、こっちの方が確かにそうじゃないかと。やっぱりね、こう客観的に見れる人の意見ってすごい大事だなって僕は思うんで、うん、こっち正面にしたいと思います、まあ、なんで表裏逆転して、頭が上見ると分かるね、頭はこっち向いてる、こっち向いてるんでね、そうで、ちょっともう幹も操作が限界かなって思うんで、一番いい判断として、うん、もうこのいじらないで形ができてる裏をちょっと待って、新正面にしてそうするとここが長いから畳みたいねって話をしてたんですけど、先生に聞かなきゃダメですよね僕じゃないですよね先生に、ちょっと先生もね、自分の作業で、作業中なんて最後に聞きましょう、こっちの先生にねこっちの先生に聞いときたいなみたいなね、先生、逆正面逆の方がいいんじゃないかって、あ、これはそうだね、あ、もうじゃあ、いいね、一応川崎先生にも OK いただいて、こっちの方がいいな、足元ですよね、うん、こっちの方がいいよ、やっぱりいい、うん、あ、やっぱり最初の正面ですね、これ、うん、こうやってグーって張り出してきてる、じゃあ、正面はいいと思うよ、さあ、あとこの枝配りが悪いんで、あ、そうか、枝配りが悪いんだって、こっち返すのね、どっちへ流すか、流すか、右へ返すってこと、返してもいいんじゃない、こっち正面にするんですか、こっちの方がいいと思う、あ、じゃあそのまんま枝をこう返し、うん、で、こっち回せばいいんだ、返してくるといいんじゃない、多分ね、じゃあちょっと、まあ木が持つかわかんないけどやっぱりしてる気がいじる、そうなの、ご用はあんまりいじりたくないじゃないですか、しかしいろんな先生に聞くとね、そう、ごちゃごちゃになっちゃうね、変わっちゃうからね、あっち行ったりこっち行ったり気が流れちゃう、まあ今日は川崎先生がほら先生だから、うん、ね、いつもいろんなね、そこのバージョンでちょっとやって直しを受けましょうよ、いろんなスタイルが学べる、あ、まあよかった、でもいろいろ聞けた、完成でいいですか？完成。いや、すごい。正面はもうちょっとこっちなのかな。これがもっと中入るから、こっちだと。そうですね。少し出してもいいかな。ポイントは？ポイントはね、この木の特徴っていうのはやっぱりここですよ。これ、見せ場。そこ、確かに。で、ずっとここからガクッと下がってきて、ここでね、全部こう目起こししてるんです。はいはい、目が上向いて、上向いてます。じゃあ勢いがなくなってきますからね。うんうん、こう目起こしでこの木のこうガッて生きてる力強さを見せてる。そんな感じ。これ波長がいいからね。この目がもっと出てきたら結構いい見解になるんじゃないかなと思って。うん、面白いですね、うん。こっちから見てもいいかなっていう感じ。あ、見れる。これは後ろ枝になるから。確かに。これ前来ちゃってるからね。表裏なしみたいなやつだ。本当ですね。でいくらかこう燃えついたからね、うん、ね、そうですね、もっとつければつけられるんだけど、うん、このぐらいにしとく、いいじゃないですか、素晴らしい、さすがですね、さすが、そして、はい、三島さんも、私もちょっとやってみました、まあこれがいじくって限界かなっていう、限界、はい、まあ川崎先生にやっぱり正面をこっちでやってみようよ、うん、で、やっぱり右へもっと流してみたらっていうことで、まあ各枝こう風をこっちに吹かれて右に流れるような感じでちょっと作ってみました。なので返し枝をここでして、うん、まあ、ここで頭を作ってっていう形でまとめてみました。見てください先生、正面こっちに、まあ幹をね隠しちゃってる、あ、今じゃあ先生手直ししてくれます、あげろってことですね、幹を隠しておく。さあこれ見るとね、幹に結構強い模様ついてるの、これ、うん、枝が模様ついて全然ついてない、うん、少し模様取ってもいいと思う、こういう、うん、つけるつける、まあ幹模様に強い曲があるってことは、ただ幹に強い模様ついてたら枝も強い模様ついてなくちゃ、うんうん、
るさいね、やっぱり。切っちゃう、いらない。裏に持ってきてる。あそこは先生、いらない？いる？これいるけど、うん、こっちこういうの2時間で嘘ついたらいいけどね、うん、これどこ持ってるかちょっととりあえず置いといて、うん、裏枝としてね。この見せ場はここでしょ、うんうんうん、今これ塞い、隠しちゃったんだよね、うん、これでね。これもっと下に持ってきてもいいんじゃないかな。ここで下でチラッと見えるぐらいでも、うん、ちょっと見て。なるほど、チラ見ですね、うん、前から見たときチラッと。こうスッと抜けてもいい、うん、ここの隙間にこの枝を見せてあげる、ここでこうちょこっと入ってきて、うん、奥行きが、先生よく言うね、そうそうそう、奥行きが出てくるとかっておっしゃいますけど、このぐらい、うん、いや入りすぎて、ちょっと枝多い気もしますよ ね、 ね。これとね、これがこう、かなり見えんだけどね、そうですね。あ、でもここの幹はもう見えたって感じですね、うん、これこの枝を操作したの、上げたので、うん、で、この間からチラ見する裏枝っていう奥行きも出た。だから、ここと、うん、このかぬきとこの2本、うん、これどうするか、まあ今このままのでいくんだ、うん、とりあえずこれでっていう感じですか。かぬきはどっちかいらないですよね、うん、という感じで、まあ、とりあえず今はと残しておくと、うん、という判断で。まだ木は若いもんね。そうですね。先生、植え替えはしない？植え替えしちゃうか、うん、植え替えもしますか、はい、なんかこう今の時期の植え替えで今の時期気をつけることってあります？やっぱり水だよ。水、水、植え替えた後の水管理です。管理、あ、やっぱ植え替えの後は乾きやすいから、うん、ちゃんと見ておかなきゃいけない。見ておかなきゃ、うんうん、じゃあ植え替えた後の水やりっていうのは最大のポイントですかね。う、うん、根はね、もともと五葉松そんな崩さないですもんね、うん、そこかな、じゃあ、うん、一応松はこの園では夏でも植え替えはできるっていうことになって。そうですね、あの菅さんもね、うん、あの動画でそのようにおっしゃってました、ね、ただそこまで厳しい仕事はしないそうです、うんうん、ね、バッサリ切って、うん、あの素材がこれになるっていう風にやっぱり、そうですね、やっぱり吉田さんのやつの方がちょっと作りやすそうだなって、そうですよね、パッと見て思っちゃいます。まあ思っちゃいますよね、うん、これは出てこない、出てこない、あの、うん、根元のところ、ここをちゃんと見てたってことですよね、そうそうそう、川崎先生がそこを生かすためにってことです。正直面白くない木だなってちょっと僕思っちゃってたんですよ ね、最初見た時、うん、まあ、破傷だけで買ったっていう、作る人によってですね、うん、違うんですね、うん、ここ炭入ってた、うん、おー、根がそんなにないんだね、これいらねえな、根っこそんな良くないね、これね、うん、これ取っちゃう、これ針金で固定する、うん、根がこんなんだから葉が短いのかもしれない。そうかもしれないですね、ってことは根が張ってきたら昭和まあ元、まあだって同じ種類のやつが動いてますもんね、うんうん、これじゃつまんないもんね、あ、根に直接巻くってことですね。あ、なるほど、根が少ないので、うん、固定方法を変更するという。今日ってこれ根っこがあまり良くねえな、これね、うんうん、ちょっと厳しいよ、これ怖いですね、うん、水ごけ貼っとくようだな、これね、水ごけ、うん、そうなんで、ほぼ根出てますからね、そうですね、これで。あの、じゃあ関連者の下を置かせてもらって、うん、まあ、今後ねどうなったかみたいなシリーズでもまた見ていただければと思います。ちょっとこれは根っこの状態あんまり良くないんで、うん、ここまで水ごけで覆っちゃいますよ。あ、なるほど、そうですね、ちょっと水ごけほぼ一号系みたいなと山盛り、そうです、どうしようか、これでいいか、な、覆ってきますか、ネットとかが欲しいですね、紐しまるか、紐こうなりました。水ごけがこぼれそうなんで、山盛りなんで、山盛り動画には浮かなくなっちゃう、動画には浮かなくなっちゃう。少しこれで養生しておきましょう。はい、じゃ三島さん、はい、一通り教えてもらいましたが、うん、はい、どうでした？いや、あの、やっぱりいろんなご指摘いただいて、私が作った方の木は、うん、やっぱり確かに
あのこの幹を隠していた枝を上げていただいたことによってこの幹がしっかり見えるようになったってことと、あと裏枝をチラ見させるっていう奥行きの作り方、はい、まあ、ここすごく勉強になったなってとこですね、うん、あとはもうこちらの最初の木が、この県外の樹形になったんですけど、ここがものすごくかっこよくて、ここを発見できるっていうのがやっぱり川崎先生のやっぱ持ってる目っていうかね、うん、それを見せてもらった。やっぱすごいなって、かっこいいなと思いますね。勉強になりました、本当。はい、先生は。でね、あの盆栽っていうのはね、あのこう枝を見たり葉っぱを見たりするんじゃなくて、空間見てるんですよね。空間、空間。例えばこの木がね、空間、これがこの枝はこうなってたか、うん、苦手だとかない、うんうん、ちょっと上げるだけで全然空間が違うってことですよね。そうそう、これはこうなってると、うん、もう閉まった空間、うんうん、閉鎖空間になっちゃう、うん、空間を開けるっていうのはもうやった方がいいですよ、うん、この空間がどういう綺麗に見えるかって、うん、なるほどね、枝じゃなくてね。いや、すごい、意識した方がいい。今日一の勉強ですね、その空間っていう、うんうん、枝を見るんじゃない、うん、空間を見る。枝とか葉っぱの組み合わせで空間をきれいに見せていくっていう、うん、そういうのがいいんじゃないかなって私やってます。立体物ですからね。立体物というわけで3人目の先生に教えてもらいましたね。いや、やっぱりそれぞれ皆さんね、だからいろんな先生に教わるとね、うん、先生によって、ね、違うから、やり方が、うん、もうその人をずっと教わっていかないと迷いが出てくる、うんうん、木がダメになる最後に、うん、今までそういうの何回も経験していますからね、うん、一つの木は一つの先生に聞いた方がいいですね。木ごとに変えた方がいいっていうのは見てて思いました、うん、いや勉強になりました、はい、今日は本当その空間ってことを一番ね、うん、勉強できたかと思います。ありがとうございました、はい、じゃあ終わり。はい、これでそうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。